さあ、ヒーローズのガチャ動画やっていきましょう。お久しぶり。とある目的があってね、戻ってきたんだけど、画面がちょっとさ、あったかーい感じの色合いになってないか。言い方を変えると、黄ばんでないか。こちらから見ると黄ばんでるのですが、まあ実際はそうではないかもしれないので、今回はこの形式でいく。新しい端末をね、こっちの録画機器につなぐと、そういう色になってるっぽいんだけど、まあそれはさておきとして、今回の目当ては、リンちゃんの新速回避を楽チェにプレゼントしようの巻。イエーイ。というわけで、狙っていきます。青だね。はい。まあ、新速回避っつったら、サイファというね、ファイアーエンブレムのカードゲームがあったんですけど、あったって言うとつれえな。カートンでいっぱい買ったよ、わし。まあ、そのゲーム内ギミックの名称と一緒でしてね。まあ、文字通り、敵の攻撃をシャットアウトするギミックだったんですけど、知ってる人はどれぐらいいるかな。ラクチェさんはそれに絡むスキルを結構お持ちでね、まあどっちかっていうと必殺だっけか、ラクチェさんは。うん、エアさらした。実を言うとな、ラクチェが出始めたあたりから僕はちょっとサイファから離れててな。はい、その頃からあんまり出歩かなくなってね、うん、カードゲームから離れてしまったのですよ。懐かしいな。ニノが4,000〜5,000円する世界線があってね。そう、いや、サイファーは結構ね、単価高かった。紙の質は良かった。いろいろな思い出があるな。やっぱさ、くすんでるよな、色。黄ばんでるよな。なんだろう、セピア調っていうの。 Y 死ぬんか。なんか10年前に撮った映像みたいになってますが、今回は継続するよ。一回それでちょっと画面見てみたかったから。ガー、秘伝書を作成します。急ぐぞ。何のガチャ引いてたんでしょうね。いっぱいになるってことは、こそこそと何を引いてたんでしょうね、これ。あー、ユーミルか。ユーミルか。斧多いから多分ユーミルの時に整理してない感じだな、これ多分。よし、では、引き続き、新速回避させてくださいよ。はい。でね、そろそろね、フェイパスから脱獄する予定があるので、うん、フィーって感じなんだけど、うん。まあ、あんまりね、真相英雄にね、僕の好きなキャラなかなか来ないんだよ。しびれを切らしましてね。はい。でもそれやるとさ、こういう時に、せいんじゃねえのー、お前のためにガチャ回したんだが、くっそー、やってくるぜ。やっぱすり抜けるものなんすね。まあでも、不得意消えるからよしだね。天井ってありがたいよな、こういう時。せいんくんを獲得できたのは嬉しい誤算。このまま突っ切ってくぜ、ルフレー。ていうか、僕の好きなキャラって割かし、ワユとかサクラとかだからさ、まあ今はラクチェがトップになっちまってるんですけど、なんか、来そうで来てない感じだよな、こうしてみると。何色がいいんだっけ？緑でいこう。イエーイ。ギュンター。もう、新速回避以外は今回は特に考えてないのでな。なるほど。爽快は緑だな。覚えた。カモン。モーディ。今回の新しい章の正面顔が印象的だと話題でしたな。そういえば、ハールさんの錬成が来て、暁仕様で強化されたらしいですね。ああいうの見ると、育てたくなっちまうんだよな。聖杯キャラはその辺遠いけどさ、にしても緑多いな。当然だけど。新速回避。新速回避。お願いします。ここでは出ないけどな。まずは青が来てくんないと盛り上がりも何もないぜ。よし、二つ来た。飛ばしていくぜ、サイダース。うん。カモン。ノー。にしてもさ、ソシアル系統多いからなんかあれだよな。一般兵が非常に多い印象がありますね、青は。赤はまだ主人公いるんだけどな。そういう意味では花がね。頼むぜ。しかしまあ、
その地味で堅実な良さってのは結構あるもんなんだけどな。お世話になったキャラも多いな、そういう意味では。オスカーさんとか総演やったら一回はお世話になると思うしな。サイラス君もなかなか悪くないし。おっ、カチュア。カチュアも育てる人多いよな。そういう意味ではあれか、優秀なサブキャラが多いのか。なんか石なくなりそうなんですけど。何もピックアップを引けずに終わってしまいそうな気がするんですけど。許して、許して。天井があるからとは言って、ほぼ単発引きだから辛いんだけど。桜じゃん。真相まだと思ったけど、多分な。今言葉が一瞬強くなりかけたけど、桜ちゃん真相来ても喜ぶ人あんまいねえだろうなって。いや、元の性能がどうしようもなさすぎてな。今更こんなのどうすんだよって言われそう。エストはまだなんとかなる方だよな。さてさて。宇野は、早くも終わりが見えてきました。セイン君がピークだったな。お願いします。お願いします。なんかサイファーの話ちょろっとして終わりみたいな空気だぜ、これ。二つあります。ダーン!ジェイガーン。溜めてた石がなくなっていく。溜めてた石がなくなるのが一番辛いんだ。そう。課金をして足したオーブが減るより辛い。なんか努力が無駄だったみたいな感じになるのが辛い。やばい、終わってしまう。お、ちょうど引き切って終わりじゃねえの。一体はおるで、一体はおるで、と思うじゃん。いますよ。あのね、5体全部青の時はもうダメだなって確信しますけど、4体はいけるパターンですよ。そう、よくあるだろ。ダメかもしれない。もうダメかもしれない。お願いします。はあ。はあ。というわけで、またちょっと石を貯めてくるとしよう。一時中断だ。 See you。 細長い方の端末に石が残っていたぜ。よろしくお願いします。ま、天井まではたどり着くな。お願いしますよ。2体ぐらいくださいよ。ラクチは2人いるんだぞ。お願いしますよ。プリーズ。しぐれです、しぐれです。天井、やっぱあれか、フェーパスから抜けるとか言ったからこういうことになってんのか。それを抜けるだなんてとんでもないですフェー。そう、フェーパスに入っていなかったらこんなことになっていたのかもしれない。ひえひえ、フェーパスに感謝するフェー。一点狙いでも沼るときは沼るもんだな。フェー、説得するしかないな、フェイちゃん。頼むぜ。継続すっから。今のうちにちょっと準備しといてくれよ。そう、今の間にフェイちゃんが仕込んでくる。フェイパス続けるから。つか俺2端末でフェイパスやってんだぜ。信者じゃん。うん、あの、配信でやるときの応答用と、あの、持ち出してやるときのそれで、にわかでフェイパスだぜ。信者じゃって、ほんと。なんか、Google の方と別にね、カウントされるらしくて、その辺は融通効かねえからな、これ。確かそうなってるはずです。だからさ、頼むぜ。ここまでの信者はなかなかいないんだぜ。出たら続けます。出なかったら解約です。これはもうフェイちゃんとのガチンコバトルだから。来いよ。出たら続けてやるよ。そう、2体くれたら続けてやるよ。
シュッ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 。なんかな、焼きっぱちのように見えてさ、天井があるからこそ我慢できないところってあるよな。そこで保証されてるからちょっとぐらいでダイヤオーブがたまらなくなってしまった人もいるでしょう。そう、これもまたフェイの策なんだよ。策のうちなんだよ。ある意味でこれからオーブがたまりやすくなるかもしれない。とうとう青すらよこさなくなった。もう次でラストですね。ピックアップ一体も引きずってなかなかに悲惨よ。お願いします。ギル終わったかもな。非常に辛い。いざ食らうとしんどいな。ラスト、さあフェイパスどうなるか。さよならさよなら。ちくしょう。だってあれじゃあもう次に欲しいの来た時に改めて加入するでいいもんな。もう継続はもうプー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 。あばよ。しかしこれだと新速回避が1枠しかいねえことになる。大変だ。いただきます。イエーイ。これが15歳の体かよって感じがするんですよね。設定忘れてるでしょ絶対いやまあ原作への時点で大概だったんだけどさ、もう開き直りつつあるよな絶対。うん、15歳。はーい。で、新速回避っていうのは、まあ、防御スキルなんですね、これ。奥義が発動したらダメージを 40% 軽減する。ただし、速さが4上回ってないと、発動しないって書いてますね。はい。その上で、まあ、新速回避ができる、もしくはすでにやった後であれば、ダメージも増えると。まあ、避けてから火力が上がる的な、なんか、ゼルダのブレワイとかでもあるシステムな。アクションの基本システム的な。うん。もう一体欲しいんすけど。よし、フェイちゃん、延長戦のチャンスをやるよ。この3つの青で出たら、続けてやるよ、フェイパス。つうか、本当に新速回避、欲しいんすわ。マジで欲しいんすわ。頼むよ。先日、馬で、パーンってなったから、馬娘で。そう、馬娘の方のガチャでもうパーンってなったんで、その上でこっちで目的も果たせずパーンってなるんで、二重でパーンはもうパーン。助けてくれよ、ダンディライオンになっちまうよ。お願いします。はいでは、そう、フェイ覚えとけよお前マジで。でこの後も拾える石でポツポツとね試みると思うんですけど、まあその辺気になる方は生放送やってる時とかにでも、もう一体引けましたかとでも聞いて差し上げてください。その際に無視した場合は多分持ってないっすまあ答えた場合はまあそうなんでしょうけどね。うん、なんか返答返ってこないなーって、ね、声が聞こえないぞーってなったら、まあ、差し上げてください。はい。では、今回は以上で終わります。ありがとうございました。さよなら、フェイちゃん。